ジャニーズ事務所新社長東山紀之、ジャニー北川氏による性加害問題に人生をかけて取り組んでいく4時間長の会見で井ノ原義彦もスタンス表明。ジャニーズ事務所が9月7日に都内にて記者会見を開き、ジャニー北川氏による性加害問題の調査報告書を受けた今後の対応を発表した。 会見には、藤島ジュリー恵子氏、東山のりゆき、井ノ原義彦、弁護士の木目田博士氏が登壇。冒頭、9月5日付で代表取締役社長を務めてきたジュリー氏が辞任し、公認を東山が務めることが発表された。井ノ原は去年よりジャニーズ JR の育成などを手掛けるジャニーズアイランドの代表取締役を務めている。 代表取締役副社長を含めたジャニーズ事務所の新体制は10月1日にアナウンスされるという。なお、代表取締役副社長の白羽世決氏も9月5日をもって隕石辞任している。冒頭、ジュリー氏はジャニー氏による性加害があったことを認めて謝罪。東山も北川氏の性加害を認め、ここで謝罪させていただきます。 被害に遭われた方々、長きに渡り心身ともに辛い思いをさせたこと、本当に申し訳なく思います。と謝罪した上で、年内をもって表舞台から引退することを発表。被害者に対しては、法を超えた救済や補償が必要であるとし、時期を区切らず補償をしていくと述べた。 東山は今年6月に自身のファンクラブを開設し、10月には舞台、年末にはジナーショーが予定されている。なお、メインキャスターを務める朝の情報番組、サンデーリブ、簡単ふ、テレビ朝日啓発月3日の放送をもって降板している。今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく所存であります。とその覚悟を示した。 今回の問題で多くのジャニーズファンにも激震が走っている。ジュリー氏は本当にご理解いただきたいこととしては、みんながそういうことがあって、今スターになっているわけではない、と涙ながらに語り、一人ずつのタレントが本当に努力して、そしてそれぞれの地位を勝ち取っているので、そこだけは本当に失望していただきたくないですし、誤解もしていただきたくないです。 安心してこれからも応援していただきたいと思います。と投げかけた。20歳を過ぎたメンバーから10歳未満の子供たちまでを育成する立場にある井の原は、ファンがどんな気持ちでライブに来てくれているのかをジャニーズ JR たちに伝えているという。 何日も前からチケットを取って高いお金払って飛行機を取って髪をセットしておしゃれしてきてくださるということを一からちゃんと考え直してステージに立ちましょうと言っておりますと話した上で僕はジャニーズに入って35年経ちますがずっと支えてきてくださったファンの皆さん JR もこれからずっとそのファンの皆さんと共に歩んでいくことだと思います。 ですから、もうこれ以上がっかりさせるようなことのないよう、ありとあらゆる方法で、たくさんの大人たちの目で見つめていきたいと思っております。そして、タレントとしても、これまで以上に恩返ししていきたいと思っております。と、社長として、そして、タレントとしてのスタンスを表明した。 井ノ原に続き東山は、ファンの人たちの思いに応えるために、やはり僕らは命を削る作業が必要だと思う。そこには厳しさもある。耐えなければいけない部分も多々あると思います。影で流す涙の量、そして汗の量というのは、ファンの人たちの思いに応える唯一の作業だなとも思っておりますので、それを怠らないようにしていきたいと思ってます。 と、エンターテインメントを届けるための志を伝えた。元所属タレント、他社所属グループの、M ステ、出演にも言及。会見では、ミュージックステーション、テレビ朝日系、に、ジャニーズ以外の男性アイドルグループが、ほとんど出演できていない現状について触れながら、平野志耀や神宮寺ゆうたといった滝沢秀明による新事務所とべの所属タレント、稲垣五郎。 クサ号、カトリ慎吾による新しい地図といった元所属タレント、上一、B、ファーストといった他社の男性グループの出演について忖度は必要ないかという問いかけが東山にされた。それに東山はもちろんです。必要はないと思ってます。と明言。 ファンの人たちがいてこそなのでこれは忖度とかそういうのは関係なく公平に行くべきだと僕自身も思っておりますとコメントした。さらに井ノ原は昔ジャニーさんがこう言ったからメリー、北川さんがこう言ったからっていうのを守ってきたちょっと昔のタイプのスタッフがいたことも事実です。忖度をなくしますって言っても急になくなるものじゃないと思うんですよ。 白はせさんもやめろって最初は言ったのかもしれない。でもその後はずっとそれが続いてるだけなんだと思うんです。それを正さなきゃいけないと思ってて。忖度って日本にはびこってるからこれをなくすのは本当に大変だと思います。だから皆さんと一緒に考えていく問題でもあると思います。と目の前にいる数百人のメディアに向けて呼びかけた。 4時間11分という長丁場となった今回の記者会見の終わりに、東山はメディアとの関係性について本音でお話しすることもなかなかできなかったので、今後どうやって構築していくかっていうのは本当に大事だと思うんですね。 忖度であるとかが働いてる部分もあったと思いますので、今後はなるべくこのように皆さんとお話をさせてもらって、どういう関係性を作るのかが今後の課題だし、それを作っていくのが大事なことなのかなと思います。と話し、井ノ原もレベルを上げていかなきゃって思ってます。実力を上げれば、忖度だろうとなんだろうと、自分たちが出る場所はあるわけですから。 そこはみんなで責任を持ってレベルを上げていく。僕は育成の方なのでしっかりと心身ともに鍛えていくことをこれからやっていきたいと思います。そういう目で見ていただきたいと思いますし、皆さんもおっしゃってくださったのは本当にありがたいと思います。それを肝に銘じて僕らも頑張っていきたいとコメントした。渡辺明と。